今年3月、鈴鹿市立白子小学校で避難訓練が行われました。南海トラフでマグニチュード9の地震が発生した場合、伊勢湾内にも3メートルを超えるような大津波が来ると想定されています。白子小学校は海から200メートルの場所にあり、また標高は 1.9 メートルと低く、津波による浸水の危険性が高いところです。避難訓練に参加したのは5年生のおよそ90人。学校を出て外にある避難場所へ向かう訓練はこれが初めてのことです。今まではですね、学期に一度、津波や地震訓練や、あとは防火、避難訓練を学校で行っていたんですけれども、東日本大震災が起きまして、ここは海抜 1.9 メートルぐらいということでですね、想定外の津波が来た時に、ここではちょっと避難が危ないんじゃないかということも降りてきまして、で今回初めて白子中学校さんの方に避難させていただきました。避難場所に指定した2キロ先の白子中学校は標高 8.9 メートル。一生懸命歩く子どもたちに先生はこんな指導をしていました。子どもたちには、いつもお箸ということを指導していまして、まず押さない、走らない、喋らない、この3つのことを守って、先生の言うことを聞きながら、避難しよう。また一緒に訓練に参加した父兄はこんな感想を持ったそうです。学校にとどまっていていいのかっていうことと、避難した方がいいのかっていうことをすごくこうどっちにした方がいいのかな先生というような話もいただきましたし、保護者の方も実際に一度避難してみて、だいたいこれぐらいの時間がかかるんだなとか、そういうような感想も言っていただきました。避難訓練で問題点も見つかりました。うちの学校から白子中学校に避難するとなると23号線をまたがなくてはいけないんですけれども、実際全校で避難するときには600名以上の人数になると思いますので、今回は歩道橋を使用したんですが、歩道橋がもし崩れていたときに600名以上の人数が23号線を渡るという危険性についてすごく心配な点ですね。避難訓練を終えた感想は、やっぱり子どもたちの中ですごくこう避難に対する意識が高まったなというのがあります。で今年6年生は1階で授業を受けるんですけれども、やっぱり自分たちが一番に避難を誘導するために1階で頑張ろうとかいう声も聞こえましたし、実際子どもたち避難すごく真面目にやってくれていましたので、今の通り行けばしっかりと避難できるんじゃないかなという手応えは感じています。今後の防災教育については、今年の5月、6月にですね、全校、それと白子幼稚園さんがうちの前にありますので、含めた避難訓練をしていきます。で、やっぱりこう、地域の方と連携しなければいけないんですけれども、それよりまず子どもたちにしっかりと地震津波に対しての知識や、避難方法を教えたり、教職員同士もしっかりと意思疎通をして避難するということを、目指してやっていきたいと思います。